セキュリティというかこのエレベーターなんですけど、ここにカードをかざして、自分の行きたい部屋を押す感じです。逆に自分の泊まってる部屋じゃないとその階には行けないです。このカードは。あとロビーは行けます。今チェックアウトしました。ソラリアホテル、すごい良かったです。4泊ですね、泊まりました。本当にミョンドンの中心で、どこのお店に行くにも行きやすかったです。さあ、空港へ向かいたいと思います。今気づいたんですけど、ミョンドンの8番出口の向かいにノースフェイスストアがありますね。ノースフェイスストア&カフェがあります。これ多分全部ノースフェイスの建物かな。聞いた。すごい、ちょっと行ってみたいですね。ノースフェイスストア、3階がカフェになってて、1、2階が、服を売ってる感じですね。ちょっと悩んだんですけど買いませんでした。時間がなくなったんで空港に行きたいと思います。特急電車の ALX のチケットを買いました。はい、インチョン国際空港に到着しました。全然想定してたよりも、着くのが遅くなってしまいました。出国手続きしたいと思います。今回の LGU っていうところの SIM を使った時に、もらったこのカードが T マネーカードにもなってて、ここに T ってあるんですけど、 T マネーカードと兼用になってます。でこれに、チャージをしてスイカみたいに、電子マネーとしてこう使える。地下鉄とかは全部これを使いました。ちなみにこれで自販機で、買い物をしたり、そういうこともできます。無事出国審査終了しました。フォトサービス、あ、フォトサービスできますよってやってるんですね、このロボットと。空港内も結構いろいろ、お店あります。あ、ここなんだ。これ美味しそう。チキンだ、チキン屋さん。わあ。いい眺めですね、飛行場。この列はなんかの案内なのかな。かっこいい、素敵ですね。危ない、結構ギリギリでした。 LCC 一番奥なんで、皆さん気をつけてください。危なかった、結構ギリギリです。
このフードコートのところに戻ってきましたね。ここから、出てくる感じです。ちなみに出発の時は、ここの奥ですね、ちょっと見えますかね、あっちが、搭乗口です。降りる時はこっちから来ましたね。4泊5日、韓国旅、すごい楽しかったです。もうほんとあっという間でしたね。なんか2日ぐらいに感じるような、一瞬で終わってしまったような感じです。多分それだけ楽しかったんだと思います。本当に充実した楽しい5日間を過ごすことができました。正直5日間だとまだ行きたいところとか行けなかったので、もうちょっと次行くときは長く行きたいです。ぜひこの動画が皆さんの参考になればと思います。はい、そしたら、動画を見ていただいた皆さん、ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。